日本で開催されるレーシングカートのトップカテゴリーレース、全日本カート選手権。チャンピオンを取ってステップアップをしたい第1コーナー、旭川も大大大先輩の後ろについて、イケイケの佐藤ルイ4コーナー、もうこれは問題なく入りました。ナッシファイナルラップです。佐藤ルイがインサイドを守る。三浦は各地のローカルレースで腕を磨き、勝ち抜いてきたドライバーたちが歯を競うカートレースの最高峰で、これから世界を目指す若手や巧みなテクニックを見せるベテランなどが熱い戦いを繰り広げます。その中でも国際レースと同じレギュレーションで行われる OK クラスは国内のレースの頂点に位置し、日本で最も早く強いドライバーを決定するシリーズ戦で、年間全10戦行われます。全日本カート選手権2018 OK クラス第9戦第10戦鈴鹿サーキット国際南コース。国内最高峰として、また世界最速のカートレースとして注目を集めるオートバックス全日本カート選手権 OK シリーズ。OK クラスシリーズ第9戦第10戦は2018年11月17日土曜日、18日日曜日に三重県にある鈴鹿サーキット国際南コースで行われました。前回の主号大会を終えてポイントランキング5位までの選手がシリーズチャンピオンの権利を残しており、シリーズ最終戦、この鈴鹿大会でチャンピオンが決まります。鈴鹿サーキット国際南コースは須郷同様国際格式認定コースで、2本のロングストレートと S 字やヘアピンコーナーなどの中低速セクションからなるハイスピードでテクニカルなレイアウトとなっています。パッシングポイントも豊富なので、要所ごとに各ドライバーの仕掛けに注目です。そんな鈴鹿サーキットでのタイトル争いは、佐藤蓮選手、名取哲平選手、三村壮太郎選手、高橋春之選手、佐々木大輝選手の5人。佐藤選手は2年連続、名取選手、三村選手、高橋選手にとっては初の、佐々木選手は10年ぶりのタイトル獲得となります。果たして第9戦の決勝はどんなレースになるのでしょうか。タイトルの行方も気になります。17日土曜日の夕方に行われた第9戦の予選は、レース2周目にトップを奪った佐々木大輝選手がそのままトップチェッカー、決勝ポールポジションを獲得しました。ポイントランキングトップの佐藤蓮選手は決勝7番手スタートです。ナンバーは24番トニーカートレーシングチームジャパン宮下健人。昨日の予選終盤、佐藤蓮を抑え切って6番手をキープいたしました。以上トップ6すべてブリヂストン勢となりました。それではいよいよローリングに入っていきます。では7番手以降もご紹介しましょう。7番手スタート、カーナンバー1番、ここでシリーズチャンピオンを決めるか、ドラゴコルセ佐藤蓮、横浜最上位です。8番グリッド、12番ティームウルフ森山当選、9番グリッド、20番トヨタ高木レースプランニングチーム妹大河。昨日タイムトライアルと予選を使ったタイヤでこの決勝24周、想定よりも路面温度は低くなっているんじゃないかと思われます。鍵は中盤です。中盤で各陣営のタイヤのパフォーマンスがどうなっているのかというのが大きな鍵になります。ブリヂストン勢が逃げ切って佐藤蓮に蓋をして第10戦に望みをつなぐのか、じりじりと佐藤蓮が追い上げて入ってくるのか。さあスタートは切られました。スタート水野幸喜スタートだ。
1コーナー、しかし佐々木大輝がしっかりと抑えていった。あー、飛び出したドライバーが2人。1コーナーで2台飛び出した。2コーナーでは大きな混乱はありません。3コーナーへと向かっていく。水野がトップか、インサイドから佐々木大輝が戻していきたい。3コーナーから立ち上がってきます。上位陣がいきなりの大混戦になっています。 BS 勢同士の大きな戦いになりました。水野がトップ。さあそして2番手には野中か、3番手に佐々木大輝という思っても見ない展開だ。佐々木大輝はヘアピンでもラインをイン側に取っていきましたけれども、パッシングには至りません。最終セクション、さあトップはカーナンバー44番の水野、2番手に野中、そして3番手に佐々木、4番手に名取、5番手に高橋が上がっている。6番手には宮下玄斗。さあこれ面白いことになります。佐藤蓮がいないぞ。佐藤蓮どうした？佐藤蓮が上位にいない。さっき1コーナーで止まってしまったのは佐藤なんでしょうか。さあ、佐藤蓮の方は16位です。16位、かなりドロップしてしまいました。そして1コーナーのところで止まってしまったのは佐藤匠と武井遥人のようですね。佐藤匠は今再スタートを切ってホームストレートを通過していきましたが、止まってしまったのは武井遥人か。さあ2周目終わって最終、佐々木インサイド入った。立ち上がりはどうだ。野中とクロスラインになりました。トップは水野幸喜だ。ルーキーが大金星なるか。1コーナーから2コーナー、さあこれはもうこの地元鈴鹿のファンも、そしてロータックスマックスファンも手に汗握っているんじゃないかと思います。水野幸喜のルーキーにしてトップ快走。2番手には佐々木大輝、3番手には野中聖太。しかしまだまだこれは序盤です。そして名取哲平がやはりグイグイときましたね。これはもう想定内の動きです。名取哲平、昨日も予選では5周6周ぐらいまでタイヤが温まるのを待っていたという話でした。トップ4がまずは一段となっています。5番手高橋、6番手富田、7番手に宮下、そしてその後ろから森山と三村壮太郎が9番手です。三村壮太郎が9番手。第2集団の5台の中に三村壮太郎がじわじわ上がってきた。三村壮太郎もシリーズチャンピオン候補です。三村壮太郎はね、佐藤蓮がよほど、まあ、優勝でもしない限りはですね、まあ、上位に入っていれば OK というような感じなので、ここまで上がってきたのは大きいですね。なんといっても昨日のタイムトライアル大失敗をしてしまった三村壮太郎、予選でなんとか戻しましたけど、それでも15番手からスタート、そこから上げてきております。アドバン勢は持つから、あー、そして最終コーナー、2番手3番手、そしてトップも入れ替わる。佐々木大輝が前に出てきた。5周終了、6周目、第2集団も1コーナーで大バトルになっています。あちらこちらで抜き合いが起きています。5周終了、6周目、まだ序盤なんですけれども、かなり早い仕掛けを各ドライバーしています。そして10番手にはダンロップ勢も上がってきた。10番手、11番手は宮城と古谷とダンロップ勢だ。その後ろ12番手平秀樹、佐藤蓮は13番手ということになります。これかなりの集団の中、今参考ないと向かっていく大集団の中で佐藤蓮は揉まれることになりましたから、今回13位以内に入らないとポイントは入りませんので、佐藤蓮としてはこの第9戦を落とすかどうかというような崖っぷち状態になってまいりました。名取が思うように前を狙えていかない。あ、そして佐藤蓮は平秀樹もかわして南俊介を今2コーナー捉えようというところ、ポイント圏内まで上がってきました。佐藤蓮現在11番手。さあこれは今3コーナーですけれども、佐藤蓮のあのオレンジ色のヘルメット、仮に南俊介を捉えたとして10番手、前とかなり離れてますから、よほど後半ブリヂストン勢がペースが落ちないと厳しいような状況ではあります。さあヘアピンで佐藤蓮入りました。佐藤蓮ヘアピンで南俊介をかわして10番手に浮上。3番手以降のワンパックご注目ください。現在 S 字をクリアしてくるところ、トップ2はなんかこのまま行きそうな気がしますが、3番手以降です。ただバトルが激しくなるとひょっとして接触したときにフロントベアリングがということもある。さあヘアピン、インサイド飛び込んだ。5番手争い入れ替わる。し
かしそれに食い下がっていく、食い下がっていくが、食い下がっていくが試験員で三村壮太郎が前、そして3番手争いも富田遥が最終コーナー飛び込んだ。名取哲平をすでにかわしています。佐藤蓮8番手9番手です。佐藤蓮は7位以上になれば佐々木大輝は優勝してももうシリーズチャンピオン争いからは脱落。佐々木大輝トップを走っていますがチャンピオン争いでは崖っぷち。富田アルファが帰ってこないですね。リタイアという情報が入ってきました。どこで止まってしまったんでしょうか。さあちょっと情報は入ってきていないんですが確かに富田アルファがいなくなりました。さあこれでますますわからなくなってきましたよ。3番手にはこれで三村壮太郎、4番手には水野幸喜、そして5番手宮下、6番手に高橋春之のインナー佐藤入った。これで佐々木大輝シリーズチャンピオンから脱落。これはもうあと佐藤蓮に何かない限り佐々木大輝は優勝はしてもシリーズチャンピオン争いには残れなくなってきた。佐々木大輝は今シーズン茂木で1勝、本庄で1勝、合計2勝をしています。最終コーナーから立ち上がって今シーズン3勝目に向かって残り1周、さあそして最終コーナー4番手争い、宮下玄人が水野幸喜の前に出た。1コーナーで水野返した、やってもうた。水野幸喜インサイド飛び込んで接触。さあこれ今の宮下玄人のフロントは大丈夫か。そしてその隙に佐藤蓮が前に出てきた。佐藤蓮がこれで4番手に浮上。この4番手で変わる、シリーズチャンピオンから脱落するドライバーが出てくる。名取哲平も厳しい、名取哲平もシリーズチャンピオン争いから脱落するかもしれない。最終コーナーへと向かっていきます。まずは佐々木大輝、今シーズン3勝目に向かって素晴らしい仕事をしました。やれるだけのことをやりました。見事優勝。2番手野中聖太、そして3番手に三村壮太郎、4番手佐藤蓮、ガッツポーズ。佐藤蓮は4番手でガッツポーズ。5周目以降トップに立った佐々木大輝選手はそのまま逃げ切って今季3勝目を獲得。しかし三村壮太郎選手が3位、佐藤蓮選手が4位チェッカーとなったため、タイトル争いはポイントランキング1位の佐藤蓮選手と2位の三村壮太郎選手の2人に絞られることとなりました。見事優勝、カーナンバー23番トニーカートレーシングチームジャパン佐々木大輝選手、おめでとうございます。お待ちしておりました。続きまして第2位カーナンバー2番 ALJ スーパーウィンフォースレーシングチーム野中聖太選手、おめでとうございます。そして第3位はカーナンバー7番クロックプロモーション三村壮太郎選手、おめでとうございます。どうぞご登壇ください。ジャフより盾をお送りいたします。佐々木大輝選手、これが今シーズン3勝目となりました。おめでとうございます。続いて念願の初表彰台野中選手、おめでとうございます。茂原での悔しさを晴らしました。そして第3位三村壮太郎選手、おめでとうございます。いろいろお話を伺いたいところではあるのですが、時間が大変押しているということで残念ながらインタビューはございません。思いっきりこのシャンパンで喜びを表していただきたいと存じます。それでは思いっきりやってください。シャンパンファイト。 Witness the world's fastest kart race.